人気アイドルグループの嵐が27日、2020年いっぱいをもって、グループとしての活動を休止すると発表した。ファンクラブサイト内には、メンバー全員が揃って収録された動画がアップされ、一人一人コメントをした。リーダーの大野氏は、活動休止に至った経緯について、2017年6月中旬、僕は、 メンバー4人に集まってもらい、自分の気持ち、思いを話しました。その内容は、2020年をもって、自分の嵐としての活動は、終えたいとと説明。相場正則は、5人で、嵐だという気持ちが強いため、1人でも2人でも欠けてしまっては、嵐と名乗って、グループ活動をするのは、難しいと思いましたと語った。 27日の昼過ぎぐらいから、何やら、嵐に、大きな動きがあるという情報が、マスコミ各社の間で流れ、夕方に、ファンクラブサイト内で活動休止が、発表されたわけですが、事前に、全く情報は出ておらず、まさしく、寝耳に水でした。通常、これだけの人気グループが、活動休止を発表するのであれば、 少なくても冠番組を持つテレビ局などには事前に報告するものですが今回は一切説明がなく局側は何も情報がなく困惑しています3年前の SMAP 解散騒動では様々なところから情報が漏れて約1年にわたり世間から騒がれ事務所もバッシングを浴びて痛手を被ったので その時の反省から今回は完全に情報を外に出さないという手段を取ったのかもしれません。しかし、騙し打ちちとも言えるようなジャニーズ事務所のやり方には局内で批判的な声も上がっています。テレビ局関係者また活動休止に至った理由について週刊式者は語る数日前から ある週刊誌が近々、嵐メンバーのスキャンダル的な内容を報じるのではないかと噂されていたのですが、それが今回の活動休止発表と何か関係があるのではないかという話も出ています。嵐といえば、二宮和也は元アナウンサーの伊藤綾子と、相葉雅紀は一般女性との結婚を強く望んでおり、さらに、 破局報道のあった櫻井翔とテレビ朝日の小川綾香アナ、そして松本潤と女優の井上真央も、実はいまだに交際が続いていて結婚を考えているとも言われています。しかし、ジャニーズとしては、事務所の稼ぎ頭である嵐のメンバーが、立て続けに結婚するのを許すわけにはいかず、かといって、 1>, 1年に1人ずつ結婚させたとしても、最後のメンバーは3から4年先になってしまう。全員が30代後半となり、こうした複雑な事情も重なって、これ以上グループとして活動を。継続していくことに無理が生じ、限界に達したのではないか、という見方も強いですね。突然の発表を。 多くのファンはどう受け止めているのだろうか。